新鮮なお来とは、神社における祭祀の最後に、神事に参加した者一同で御家をいただき新鮮を食する行事である。一般には、神事終了後の宴会とされるが、本来は神事を構成する行事の一つである。神霊が召し上がったものをいただくことにより、神霊との結びつきを強くし、神霊の力を分けてもらい、その加護を期待する。 元おりの織長は再会を説くことの意図したが、古くからの祀記では、祭典の前儀や本儀で行われる例もあり、開催の実を意味すると開するのは誤りである神社から、餅などをいただく場合に言う、直らうも似た意味の言葉である。神社本庁が定める神社祀記では、どの祭祀、祭祀でも必ず直らいを行うとし、その具体的な作法も定めている。 なお、祭祀によっては古実による独自の作法が伝わっているものもあり、この場合はそれに従うものとされている。季節の野菜、魚介類などが新鮮として備えられた場合は、それらを調理したものが出される場合が多い。このため、神社によっては、なお屋での料理は、郷土料理と同一の場合がある。神事によっては、祭祀者が神と一緒に食事をするというものもあるが、 この場合は決められた新鮮であることが多く、直らいとは異なる神事である。ナほらヒの古言については、直り合いの意とするのが通例である。一同が祭祀のため行った再会を解き、平常に治るという意味である。一方、日本初期に、かつてを、舐めらい、後家次第に、ナフアいのおかゆなどとあることから、新人教職の舐めあいが原理であるとする説もある。 織口忍は、ナホラヒは、直日神を祀る神事であり、震災が終わった後に、直日神を祀って、震災での過ちを正すのだという説を唱えている。また、ナホルを、食前に着座する、アフを、一同が会するの意図し、単に、神事が終わった後で、幹や神仙を飲食するという意味で、開会の意味はないとする説もある。上記 神社祭祀に定められた次第としては、配膳所役が各人の前に狂膳を据え、ついで調子所役が幹を注ぎ、各人がこれを飲み、箸をつけることとなっている。この後、楽を奏し、行事終了後、膳を徹することとなっているが、楽は省略しても良いとされている。膳にはお式を持ち、品目は、千枚、切りする芽、切り昆布などである。幹を注ぐには、 長江の調子を用い、三度に分けて注ぐ。幹を受ける者は、調子書役が前に来てひざまずいたとき、拍手を一つ打った後、杯付きを取って、真摯を受ける。元織の織長は、治りや日の切れるなり、治るとは、時を緩めて、平常に戻る稲なりと指摘している。ありがとうございます。